ちらが名古屋のシンボル、ナナちゃんです。そしてこちらがファンタスティックスのなっちゃんこと森夏樹です。よろしくお願いします。さあ来ました、ナナちゃん、久々に見ましたよ。名古屋のど真ん中にやってみました。ど真ん中ですね。名古屋も名古屋。何をしましょう。ただいまより T1 グランプリを開催いたします。なんか前聞いたことあるんですか。 T1 グランプリのことですか。栗1グランプリですって。今日は T です。 T は何ですか。これ名古屋で収録あったからあげる。え、ほんまですか。え、これ何ですか。いや、名古屋に結構あるけど、まあ、東京とか大阪だとあんまり食べれないかもね。え、ほんまですか。うわ、これごっつ美味しいですやん。何ですか。手土産の T です。手土産1グランプリってことですね。名古屋の観光大使を目指している僕が勝手に手土産の1位を決めたいと思います。まずはこちらですね、名鉄商店さんです。たくさんの手土産が揃ってるということで。おお、なんかめっちゃおしゃれじゃないですか。すごいアートギャラリーみたいな感じになってる。気になるのめちゃめちゃいっぱいあるぞ。これはよく見るけどいや、名古屋いたら走ってるけど。すごいな、中アメちゃんなんだ。かわいい。でも出た、うなぎ茶漬け。名古屋といえばですもんね。でっかいのが2切れも入ってる。これは欲しいよ、僕が僕が欲しいよ。お家で味噌煮込みうどん、これもめちゃいいぞ。これまでついてくるから本当お店みたいに食べれるんだ。高級手土産。めっちゃおしゃれな手土産たくさんありますけど。名鉄が走っている愛知県と岐阜県の沿線の会社さんとコラボレーションをして、うん、オリジナルのお土産を作って置いてるお店になるので、確かに駅で買い物するときにはなかなか見ないものたくさんありましたもんね。そうですね。うら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 、伸びた。販売以来ずっと売り上げナンバーワン商品なんで、こちらです。黒ごま砂利餅。見た目も味も食感も楽しめるネオ和菓子って言ったり。ネオ和菓子かっこよ、はい、すみません。この後ちょっとグランプリが盛大な会場で開かれる。そこでオーディエンスとともに。あ、そうなんですね。もう本当にこれオーディエンス皆様と、ね、はい。それではこれより T1 グランプリを開催いたします。先ほどもやってきました、砂利餅もエントリーされておりますけども、他商品こちらの方が用意してくださいました。どうぞ。どうもはじめまして、ナナちゃんと申します。よろしくお願いいたします。名古屋飯のプロが、はい、商品を紹介してくれるということで、はい、では早速参りたいと思います。黒ごま砂利餅からいきたいと思います。名鉄商店さんの自信作ですね。あ、もちろんご存知ですか。あ、もちろん。あ、なるほど。おー、うまい。すんごいジャリジャリしてる、本当にごまがすごいですね。あと中のピーナッツとごまのちょっとした苦みもベストマッチで本気出してきたという感じがありますね。すごい香りもいいですね、ここまで。あ、本当ですか。しっかりごまの香りが。スイードさんは食べたことあるんですか。実はないんです。まなかった意外と。あの、メディショットでいろんな商品がありすぎて。いただきます。はい。あ、おいしい、うん、ちょっと私、お酒飲むのも大好きなんでちょっと飲みたくなっちゃいますね、これで。あ、甘いのとお酒っていうのも。そうですね、日本酒の濃いやつと合いそう。あらら、お値段おいくら。1000円ちょいですね。黒ごま砂利餅
オリナツ4つでございます。まあ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 、トップバッターということでこれがあの基準となりますので、続きまして、はい、ザ・ラムネラバーズという、はい、生ラムネですね。生ラムネ、はい、スピラムネの拡大製菓さんが生ラムネという新しいチャレンジで発売をしたという。噛んだ感じが全然違う。もう一瞬ですね、歯が当たった瞬間にもホロホロホロって解けていく感じ。めっちゃ爽やかですね。しかもそうですね、うん、これはまあ、うみゃーですね。うみゃーいただきました、うん、うみゃーです。うみゃーを授けます。これいつも の, あのラムネの感覚で食べると多分すごいびっくりしますよね。みんな大事なポイントですからね、驚き。そうですね、ポイント高いですね。そうですね、オリナツ4つです。いや白熱してますね。ちょうど5分でもチキチキガン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 って感じで。も続きましては、はい、キチーモ花火です。本当だ、なんかちょっと花火っぽい、はい、花火っぽいイメージした芋のかりんとうですね。あ、もう音がね気持ちいいですね。なんか懐かしい美味しさ。うん、これはもう嫌いな人がいない、気づいたらなくなっちゃってるようなね。無限に食べちゃいますんで、うんうんうん、でこれだとビールが合うんです。いやービールだー。甘みがある、苦みのあるビール。なるほど、意外と。でパパ食べ過ぎってお子さんに言われちゃう。あ、自分で家族も華やかみたいな、華やかみたいな、花火のようにってね、はい、うみゃーね。自分がうみゃー、いろんな使い方があるんですけど、はい、みせんさん、あの台湾ラーメンをそのままおせんべいにした。へえ。いや、うまい。うん、辛いね、辛い。いけるかと思いきや。初めて台湾ラーメン食べた時のあの舐めてかかった感じを今思い出しました。大和屋森口漬け総本家さんのチーズみりんかす漬け、いただきます。これはすごいですね。香りがもうめっちゃ酒かす、もう入れた瞬間に大人、はい、これをもうお酒と一緒にやるのがね確実にそうですね。そうですね、ロンベイのなんか話になってきた。まだこの辺がありますんで。これはですね、ザ・名古屋飯の小倉トーストをお土産にしちゃったという、うんうん、で今、小倉トーストのお土産すごくたくさん出てるんですけれども、はい、一番私が大好きなものです。一押しですね。はい、作ってもらうタイプなんですよ。はい、渾身のですね、技術開発をしてバターを練り込んで専用のそのモナカトーストみたいな形になります。和菓子屋さんなのにバター塗り込んだりとか、はい、そうですね、そういう新しい試みをして。そうですね、軽っ、うまっ、モナカ美味しいっすね。モナカ自体やっぱり、うん、あのモナカのプロだけのことはあるなっていう。確かに、あとやっぱあんこすごいわあんこ美味しいっすね。でもやっぱりこう和菓子の雰囲気が残ってるから、はい、またなんかちょっと違った面白さがあって、はい、美しいな。なるほど、オリナツ 4.5 です。おー、ハーフサイズも作ってました。ハーフサイズがあります。やっぱりね、分かりやすい、名古屋の手土産だ、分かりやすいし塗って食べれるっていう面白さもあり、もちろん美味しい。で、和菓子の老舗が作る小倉トーストっていう話題性というか意外性みたいなのもありますから、 4.5 暫定1位です。嬉しいです。続きまして、はい、あんかけスパゲッティを持ってきました。え、それソースだけじゃないですか。これ中にちゃんとスパゲッティ入ってるんです。マジですか、はい、この中に、はい、
よっ。おー、すげえ、ほんとだ。そのままです。中すごちゃんと具材も入ってる。はい、あんかけスパゲッティがそのまま持ち帰れるという、しかもめちゃめちゃ缶詰なんで日持ちするんですよ。これが最近名古屋駅で大流行りにして、X とかでも話題になって、はい、いただきます。これすごいな。味もしっかりです。はい、ちょっとすいません。ブリャーうみゃん。おお、ブリャーが出ちゃった。ブリャーが出ちゃった。流行る第1位は、横井のあんかけスパゲッティ缶詰。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。正直それまではね、お腹屋の小倉トーストかなって思ってたんです。ひっくり返しましたね。まくりましたね。まくりました。僕あんかけスパゲッティ食わず嫌いで、あら子供の頃に一回食べて胡椒がきつすぎて、お子さんだとそうですね、ダメだと思ってそれ以来食べてなかったんですけど、はい、こんなうまかったんですか。なんか あんかけスパゲッティになんか目覚めちゃう。おー、それ良かったです。僕の独断と偏見のグランプリなので僕の感動も加わってるんですけど、うりゃうみゃでした。うん、文句なしの第1位でございます。おめでとうございます。皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして僕にやってほしい企画などなどコメント欄にてたくさんお待ちしております。バイバイ。